もう一点ですね、富山交番襲撃発砲事件ですね、空砲発砲事件ですね、銃声なんですけども皆さんどうですか、この、銃声の後にこれ小学校か何かあの壁かなんかに当たったんですかね、これ、その音って聞こえます？銃声は聞こえますけども、その飛んだ先のこの壁を貫通したりする音っていうのは、聞こえないものなんですかね。私はちょっと分かんないですけど、聞いてみてください。片膝を立て銃を発砲する男。この男が昨日富山市で逮捕された島津啓太容疑者21歳です。音が聞こえないんですよね。これは JNN が独自に入手した映像。島津容疑者が発砲する瞬間が記録されていました。撃った後にね、当たった音が聞こえません。小学校の壁に当たった音が聞こえませんね。ということはやっぱり空砲ということですね。